UGK too. UGK will spark your chemistry with sports and English. So today is January 15th. We'll talk about NFL Playoff 2020. Divisional round is coming up this weekend, so we'll talk about that. さあ、ということで今日はね、ディビジョナルプレーオフについて語っていきますよ。前回はね、ワイルドカードのプレーオフについて語りましたよね。まあ、先週が合計ワイルドカードが6試合行われて、これスーパーワイルドカードウィークエンドというふうに言われましたよね。で、まあ見事、まあ、結果、今もう8チームが、勝ち上がってきているという状況で、ディビジョナルラウンドからそれぞれのカンファレンス、これあのプレーキューでいうとセ・リーグとパ・リーグのというようなものですね。これは NFL ではカンファレンスというふうに表現するんですけれども、それぞれのカンファレンスの今年の1位チームもいよいよこのディビジョナルラウンドから不戦勝で、戦ってくると上がってきて、ここから、みんなと、まあ、一緒にね戦い出すということになってきます。ということで、今週は4試合組まれていますが、それぞれの試合の見どころをね、ちょっと語っていきたいと思います。まずは、現地時間土曜日の最初に行われる NFC ナンバーワンシードのパッカーズと、そしてワイルドカードで出場の LA ラムズとの戦い見ていきましょう。まあこれはね、もうこれ構図的には簡単です。ナンバーワンオフェンス対ナンバーワンディフェンス。でこれね、UGK チューブでもかつてお伝えしたことがあるんですが、NFL は Defense Wins Championship。ディフェンスがチャンピオンシップをもたらすと言われて、まあ、オフェンスの得点力よりも相手の得点を抑えるディフェンスの方が重要だというふうに言われるんですね。まあ、矛盾なんですけれども、まあ、ちょっと構図的にはラムズの方が実は有利なのかなというふうに考えてしまうんですが、やはりなんといってもパッカーズですよ。ね、ウォーターバック、ロジャーズ、今年16年目、今年はダボンテ・アダムスとのコンビで、まあ、通算キャリア400タッチダウンにも到達しましたよね。もう MVP クラスの今年は活躍でした。で、まあ、ただね、ロジャーズが調子の悪い時というのはパスラッシュをオフェンスラインが止められていない時で、これアーロン・ドナルドもいればフロイドもいるという強烈なあのパスラッシュ陣がいるんですよね。でおまけにですよ、パッカーズの左タックル、オフェンスラインの左側、クォーターバックの後ろ側を守る、まあ、左タックルのポジションのバクティアリという、これまたオールプロ、ナンバーワンタックルと言われているそのバクティアリも、まあ、前十字靭帯断裂で、もう今シーズンアウトになってしまっています。だからこれ、ちょっとエースオフェンスラインがいない中で、このラムズの強烈パスラッシュを止められるか、これ一つポイントになってきますね。あとはやはりパッカーズはそのアーロン・ロジャースのメインターゲットがダボンテ・アダムスというワイドレシーバーなんですが、ラムズにはすごいコーナーバック、パスカバーをするラムズィというね、これもあのオールプロに選ばれているナンバーワンシャットダウンコーナーと言われてるね、そのコーナーバックがいるんですよ。ですからアダムスとラムズィのこれマッチアップで、これどっちが勝つかというのがあのポイントにはなってくるとは思いますけれども、まあ、本当にそれぞれのね良さはある中で、ただねやっぱりこうアップセットする可能性もあるんですけれども、やはりホームで戦うパッカーズ、これが有利なのかなというふうに僕は読んでいます。というのもこの日は、今週末土曜日もこれあの予報がやはり氷点下になると、もうこれはもうランボーフィールドに、ね、皆さん映像なども見たことあると思いますが、極寒の地ですよ。まあ、さらに寒くなるというふうに予報されてますから、そこで戦い慣れているパッカーズがやはりどうしても有利なんですよね。でラムズはやはりクォーターバックゴフも先週は見事シーホーク戦で勝ちましたけれども、今親指に3本のまだボルトが入っているという状況で、決して状態は良くないとなると、やはりパッカーズがね勝ち上がるのかなと、ナンバーワンシートのパッカーズが勝ち上がるんじゃないかなと予想しています。さあ続いていきましょう。今度は、土曜日の2試合目に行われるボルチモア・レイブンズ対バッファロー・ビルズ。まあ、これはね、まあ、ビルズが、まあ、ちょっとねワイルドカードはコルツに苦戦した感じがありましたよね。で一方のレイブンズは、まあ、最初は接戦だったんですけども、最後はタイタンズを振り切って勝利ということになりましたが、あのラマー・ジャクソン、レイブンズのクォーターバックの49ヤードのあのタッチダウンは見ましたね。あれはのクォーターバックの走りとは思えないですよね。
まあ、そんなね勝ち上がりをしてきた両チームなんですけれども、やはりシード順で高いのはこのビルズで、まあ、ビルズもこれあのワイルドカードを勝ってプレーオフ戦勝利、これ1995年以来の、プレーオフ戦勝利になったんですね。まあ、これも一つ何か心理的なこう呪縛みたいなものから抜け出したというね、戦いでした。でこちらレイブンズの方はクォーターバックのラマー・ジャクソンが今年3年目なんですけれども、まあ、プレーオフには出ていたんですが、プレーオフって勝てなかったんですね。それもちょっと何か心理的呪縛になっていたんですが、まあ、そのラマー・ジャクソンの活躍によって今回勝ち上がってきたということで、こちらもなんかこう呪縛が取れて、だから両軍ともに何か呪縛から抜け出したような、そんな戦いと言ってもいいんじゃないでしょうか。で勢いを持って入ってきますからね。ボルチモアの方は、結果6連勝で入ってくるんですね。レギュラーシーズン、これプレーオフに入っていく勢いっていうのがやはりこれね、一発勝負の戦いですから非常に大切になってくる。ですからレイブンズは6連勝で、ワイルドカードも勝ってきています。でビルズもこれワイルドカード勝って7連勝できてるんですよ。ですから両軍ともに勢いを持って入ってくるということにもなってきますよね。でタイプ的にもレイブンズはちょっと今年あのコロナで苦しんだ時期があったんですね。それ以降ランプレーにもピタッと切り替えたんですよ。まあ、ラマージャクソンのパスよりもやはりランが武器だということで一気にラン型オフェンスに切り替えたんですね。で最終週のシンシナチー戦なんかは400ヤード以上の、ランゲインを、記録しましたから、まあ、本当にそのランプレーが止められない状況になっている。一方ビルズの方はクォーターバックジョッシュ・アレンがね、今年こちらも3年目もう3年目でもう見事ねプレーオフ戦、去年はワイルドカードでの敗退でしたけども、プレーオフ戦自身も初勝利を挙げて、もう本当に今一番まあ、話題になっているクォーターバック、若手クォーターバックの一人ですよね。この対決は本当に見ものということになります。でまあちょっと唯一ねバッファロービルズは懸念はディフェンスバック陣の層が手薄です。ですからこれランプレーが多いレイブンズではあるんですけれども、ランで一発タッチダウンを決めてくるんですね。普通はこうロングパスで一発タッチダウンで短時間で点を取るっていうチーフスのような形もあるんですけども、ここランで一発ゲインして、まあ、野球でいうホームランを打つんですよ。だからこれが武器なんですけども、ビルズのディフェンスバック陣がちょっと手薄なので、それをちょっと許す展開になるとレイブンズがだいぶちょっとこう分が出てくるなというのがあります。ただやはりこれもビルズのホームで戦います。これニューヨーク州のバッファローですから、ここも屋外球場で非常に寒い。ただお伝えしたように両軍とも寒冷地仕様のオフェンス、ランプレーが両方ともまあ得意で、まあ、ビルズに関してはパスも OK で非常にバランス型なんですけど、ランもいいので、これがねちょっとまた両軍ともに寒冷地仕様なので、ちょっと接戦になるんじゃないかなというね、予想が立ちますけれども、まあ、ここもねやはり僕はビルズにね今年はねやはりアレンの成長、今年3年目のクォーターバックですけれども、アレンも珍しいタイプ、普通は NFL でクォーターバックが活躍する時というのは1年目からその片鱗を見せるんですね。アレンの場合は1年目よりも2年目、2年目よりも3年目とこの NFL で急成長を見せているクォーターバックなんですよ。だからそれが本当に珍しいんですけども、まあ、アレンのその、伸びしろにも期待したいというのもありますし、まあ、ちょっとやはりホームのり、あとやはりビルズにはちょっと感情的な移入も入ってしまいますね。まあこれね、だから本当にねちょっとどっち取ろうか僕も今でもちょっと決まってないぐらいなんですけれども、本当に接戦になるだろうなという中で、やはりこうビルズの、まあ、勝ち上がりというのをねちょっとやはり心理的に、期待したい。スーパーボール4連敗したなんて年もありましたよね。90年から93年かな、あの時はジム・ケリーでしたけどもね、まあ、そういうちょっと負の歴史も、まあ、負ではないですね、スーパーボールまで出てるから。だからやっぱりねそういうちょっとこう歴史に残るような、スーパーボールの連敗がありましたから、まあ、それを払拭しての今回のプレーオフ戦勝利でしたから、何かちょっとビルズにちょっと期待ですねという、まあ、今回もだからビルズにちょっと僕予想します。レイブスも十分に勝つ可能性あるけれども、やはり血のりがやはり強いんですよ NFL ってね。さあ続いていきましょう。今度はね 日付変わって
日曜日に行われる最初のゲーム、クリーブランド・ブラウンズ対カンザスシティ・チーフスの一戦、いよいよ去年のチャンピオンチームチーフスがね、登場ということになります。でチーフスはね、これはあの第17週も主力選手を休ませました。もうプレーオフ決まってましたし、もう無駄な怪我を、今予防するためにも主力を休ませたんですね。でワイルドカードもなかったということですね。だから20日間ぐらい実戦経験、実戦のいわゆる感覚から遠ざかってるんですよ。そこがちょっとね、ちょっと心配なところではあるんですけども、まあもう言わずと知れた実力チームですから。あとはあのエレアがね、ランニングバックのエレアも15周目にちょっとお尻を怪我してその後欠場していましたが、まあエレアにとってはね、そのちょっとこう、休みがあったので怪我も回復した。あとはレビオンベルというねランニングバックもいますし、まあパスはもうご存知、タイリークヒルと、そしてまあいわゆるショートからミドルゾーンにはタイテンドのケルシーがいますから、本当にこれはもう手がつけられないぐらい破壊力のあるオフェンスですから、ちょっとね、まあまさにチーフス優勝候補に、まあ、なってますけれども、まあ、そのスーパーハイパーオフェンスがいよいよ登場ということになります。ブラウンズに関してはね、こちらも久しぶりのプレーオフ戦勝利、しかもスティーラーズというね長年の同地区のライバルに勝っての今回のディビジョナルラウンドということになりますけれども、これやはりブラウンズがねこれワイルドカード勝ったのはちょっと驚きましたね。しかも第1クォーターで正直勝負決まってましたよね。ロスリスバーガーがまさかの、まあインターセプト連発、あとはねパウンシーのいきなりスナップが乱れて第1プレーで、ブラウンズがディフェンスタッチダウンをしてということで、もう第1クォーター残り2分ぐらいで28対0でリードしてましたけどもね。でその後だいぶスティーラーズも追い上げたんですけれども、やはりまあなんとか逃げ切って、久しぶりのね、クリーブランドにとっては勝利になりました。ただねこの対戦はね、もう点差開くんじゃないかな、4試合行われる中で一番点差が開くだろうなと予想しているのはこの対戦ですよ。ただね、前回ピッツバーグとクリーブランドの対戦ワイルドカードの時もここが一番点差開くだろうなと思ったらアップセットでしたから、何が起こるかわからないということにはこれなるんですけれども、まあ、ただね見くびっちゃいけないのはブラウンズのランニングバック陣、ニック・チャブとカリーム・ハント、まあ、この2人のデュオは NFL でもトップクラスのデュオと言ってもいいでしょう。だからランプレーが出る限りは時間もね使えますし、このチーフスのオフェンスをフィールドに出さないようにもできるんで、うまくゲーム運びが進めば、まあ、アプセットないんだけどアプセットはないな、チーフスが勝ちます。ここは、まあ、チーフスが勝つでしょう。まあ、しかしブラウンズはね、メイフィールドが、何かこう何かね、何かやってくれそうなタイプですから、そこは期待ですけれども、まあ、それでもないな、チーフスが勝ちます。さあ続いていきましょう。最後はこちらです。タンパベイバカニアーズ対ニューオーリンズセインツ、もうこれはもう日本でももうすでに話題になってますよね。43歳のトム・ブレイディ対42歳のコーダーバックドゥリュー・ブリーズの、もう将来殿堂入りするのが間違いないクォーターバックの対決というのが一番の見どころになってくると思います。でバカニアーズはね、しっかりと、初戦、勝利しましたね。でセインツももうここ3年連続ちょっとこう不運な形で、本当にこう地区優勝しながらも不運な形でいつも敗退していったんですが、それを払拭した今回のベアーズ戦での勝利ということにもなりましたよね。でバカニアーズの方はワシントンレッドスキンズに勝利しましたけれども、やはりバカニアーズのオフェンスウェポンの多さというのが目立ったいいゲームでしたね。で、まあ、両軍ともにしっかりと勝ち上がって戦うんですけれども、まあなんといってもね、これね NFC って考えてくださいよ。これブリーズがいて、でトム・ブレイディがいて、でお伝えしたグリーンベイ・パッカーズのロジャーズがいて、みんななんか高齢のクォーターバックが多いんですけども、
反対に AFC は2018年ドラフト組が4人中、今残っている4チーム中3チームがもうそこでのドラフト指名なんですよね。メイフィールドしかり、アレンしかり、あとはラマージャクソンですよね。ですから、で、まあ、メイフィールドが一番年上になるんですよね。それでも25歳ですよ。だから AFC の最年長プレーオフ出場クォーターバックは今残っているのはもうメイフィールド25歳ですよ。一方の NFC は43歳のトム・ブレイディで、そのすぐ下にね42歳の、ブリーズがいますけれども、これだけ何か AFC と NFC はクォーターバックの年齢がちょっと今年はねいびつなぐらい変わってしまったというところにもなりましたが、まあそんなねもうスーパーボールリングすでに6つ持っている、ね、ブレイディ対2つ目のリングを、まあ、今年もしかしたらラストイヤーになるかもしれないというね、ブリーズが狙うセインツというこの構図ですよね。で、まあこれはもう両クォーターバックはもうこれまで実績ありますんで、あとはそれをサポートするメンバーの対決になってくると思うんですね。となるとバッカニアーズには、まあランニングバックフォーネットがいて、あとはロブ・グロンコースキーもね、だいぶあのシーズン中盤以降上がってきましたよね。本来の力が出るようになってきましたし、ゴッドウィン、あとは、アントニオ・ブラウンもシーズン途中加入しましたし、マイク・エヴァンスがいますよね。ですからブレイディもこれむちゃむちゃオフェンスウェポン持っている。一方のセインツはアルビン・カマラがね、今年1試合6タッチダウンというちょっと離れ技をやってのけたり、だからセインツはねオフェンスは非常にバランスもいいと思いますし、ディフェンス力も両軍ともにいいんですが、セインツも近年では一番いいディフェンスを今年は持ってると思うんですよね。だから、これもまあどうなってもおかしくない対決だとは思います。ただレギュラーシーズンではこれ同地区ですから2回対戦して2回ともセインツが大差で勝利しているということになりました。で3回目、まあ、プレーオフに入ると、まあこれね、この今回セインツのホームで戦うんですけれども、まあね、フットボールというのは戦えば戦うほど相手の傾向とか相手の出方みたいなものが分かってくるので、これがちょっとこうややこしいんですよね。だからそういった意味ではバッカニアーズも2試合のそのいわゆる、まあ、情報分析するデータがあるので、それをうまく使えば十分互角に戦うとは思うんですけれども、まあ、ただね、これね、もうどうですか、これはもう歴史に残る対戦になるでしょうね。もうドリュー・ブリーズとトム・ブレイディの戦いですよ、ね。でまあ、コンディション的には今年はブレイディの方がいいと思います。2017年シーズンと同じ基準の成績を今年収めました。一方ブリーズの方はちょっと肋骨を痛めたりとかね、指を痛めたりとかいうことでちょっと6試合ぐらい欠場しましたよね。だからちょっとそういった意味では肩ももう寿命が来ていると、なかなかロングパスは通せないという状況にはブリーズもちょっと今なってますから、肩の方はだいぶ心配です。肩の状態でいうと絶対ブレイディの方が今状態良さそうですから、で、まあ、プレーオフ経験、それでプレーオフでのこれまでの実績を考えたらやはりブレイディが有利かなというふうにも感じます。ということで、まあ、これもねちょっとアップセットが起こるんじゃないかなというふうに感じてますけど、ちょっとねやはりブレイディに僕偏入れしているところもちょっとありますね。やってくれるんじゃないかというもちろん期待もありますし、だからそういった意味ではやはりこちらもね、ブラウンズに次いで1回目のあのね前回の UGK チューブでも言ったように久しぶりにプレーオフに出たチームの一つですから、このマッチアップに関してはアップセットアラート、大番狂わせが起こってタンパベイバッカニアーズが勝利するんじゃないかなというふうに予想しています。という、今回の NFL、ディビジョナルラウンドの、これね見どころをお伝えしていきましたが、もう本当にね NFL のプレーオフって僕も毎年お伝えしていますけれども、いろんなスポーツをお伝えする中で NFL のプレーオフが正直一番エキサイティングだと思います。というのもこれ分かりやすくて一発勝負だから。で前回もねワイルドカードの対戦NFL を日テレジータスでお伝えしましたが、ロスリスバーガーっていうねもう年俸30億40億もらってるような
もうスタークォーターバックが負けた後にね泣いてるんですよ、涙を流して。それが NFL のプレーオフです。まあ、本当に男のプライドをかけた、チームの団結力をねかけた、そんな NFL のプレーオフ、まあ、スポーツ見たことない方でもこれ見るだけでその勢いとか激しさみたいなの伝わってくると思うので、ぜひ皆さんも今週末の、日本時間日曜日と月曜日に行われる、NFL プレーオフ2020ディビジョナルラウンド、ぜひともチェックしてください。 Alright, so did you feel the chemistry today? Barry, today you were sleeping. Did a great job, huh? Okay, you wanna do this? You wanna do this? 鳴らして鳴らして。Alright, good job! Good job, girl! Alright! ということで、また次回お伝えしましょう。Goodbye! Alright! And see you later! It is good.